はい、皆さんこんにちは、アーチでございます。三国志3ですね、やっていきましょう。長領先生、カンお兄さんいるからケツでいっか。で、カンお兄さんね。で、芝居さんで、長雲さんね。で、米はね、芝居さんで。あ、兵士ゼロだ。これはちょっともったいなかったかな。まあいいや、もう密偵出すのもめんどくさかったんでね。落とし穴大丈夫でしょう。芝居さんね、落とし穴があると言ってませんからね。さあ、はい、もうカンお兄さんでがっちりでいきましょう。はい、よいしょ、銃動けますもんね。ほんと無敵だわ。中国の方かな、あの中国語でね、いただく方が、石飛ばあげて、クネ100にして、四季を100にしたら、あの城壁、城壁がなんて書いてたかな、城壁、あ、なんか、最初の方はね、中国語で書いててくれたんですけど、そこはね、もう漢字で書いててくれたんで、もうすんなり意味が分かりました。ありがとうございます。城がね、向こうって書いてたかな、城壁向こうみたいなこと書いてたような思うんですけどね。まあ、まさしくその通りです。一撃ですもんね、これね。本当すごいわ。まあ、関とかはやっぱり関お兄さんにね、持たすべきなのかなと思いますので。これは、早く終わらせましょう。はい。いけるんだよね、これね。すごいわ。わあ。鬼だな。あ、無視って書いてたのかな。あ、ちょっとね、ボケて、私ボケてるんで思い出せないですね。孫玉さん。いいですね。東洋。孫雲さん、東洋ね。涼花さん、あなた裏切りましたね。あ、でも東洋だ。4人しかいないの？配下。もう解放しちゃいましょう。はい、いいですよ。はい。受春ですね。もうこちらに来てる人たちは全部西側だね。開発できんじゃない？あ、できますね、商業。せっかくだからこれでやろうかな。100ね。あ、でもね、ちょっと待って、もう諸葛金さんここにいる理由ないよね。あ、そんなとこに見ちゃった、ダメ。他国ね、もうここ人通っていかないから諸葛金さん移動しちゃおっか。じゃあ行きますね。こっちに、諸葛金さんと、まあいいか、よし、これで行こう。お金ね、お金はね、300ぐらい持っていたいんじゃない。米10万持っていきましょう。もっとかな、12万持っていきましょう。猛暑、そうか、アイド、純育先生、どこ、大国、再送。あ、そのまんまだね。ここも、もう純育先生も本国に返しましょう。ここもやっておく必要はもうないんで。あ、中世悪いね。ウビーさん連れていきましょう。で、リヒさんにも任せちゃいましょう。ここもね、大した国じゃないんでね。まあ、36万だったら結構いるんですけどね。ウビーさん連れて、こちらから本国に合流しましょう。取っていくとこっちね。純育先生とウビさんを連れて、お金1000ね。米は1、2、3万持っていきましょうか。軍母51移動しますね。松園さん、兼業。兼業か。あ、そうだ、周金さんだね。危ない危ない。また周弁さんって言いかけた。
あ、ここね。で、再度ここで諸葛金さんたちと合流して本国に向かいましょうか。はい、移動ね。人がどんどんね集まってきちゃいますよ。ん？あ、そっか、どっち通るのって聞かれてんのか。はい、こっちね。はい、松園さんだけお金1000ね。うん、2万持っていきましょうか。はい、移動。ロコですね。さあ、主幹さん。ああ、こういっぱい集まっちゃった。ここももういいんですけど、あ、中制度問題ないね。あ、全然問題ない。ここにどの文官、あ、雇用さん残そうか。というわけで、じゃあここ皆さん出ていけるね。移動しましょう。こっちにね。はい、主幹さん、うん、もう皆さんどんどこ行っちゃいましょうね。はいはい。で、お金結構あるんだね。5000ぐらい持ってって、米40万持っていきましょうか。もっと50万でいきましょうか。銅183、強度33、軍馬、猛暑、草加13もあるね。諸葛金さんでね、いきましょう。で、ちなみに安定なんですけど、他国、ちなみにここ誰大衆、あ、ほうきさんだね。よかったよかった。ということは、ここしばらくほうきさんにしときましょうかね。情報見ましょう。他国ね、10万いるんだね。あ、そっか、いっぱい来たもん。さあ、じゃあ攻めるか。12月だけど。あ、こら絶対攻めれるわ。あ、ソソンさんね。どうしよう、カクさん自ら行くかな。そうだね、カクさん自ら行っちゃおっか。あ、訓練ね、カクさん、あれは低いんだけど大丈夫でしょう。うん、さあ、じゃあ行きましょう。多分向こう、ここか。ほな、カクさん置いていこう。各さん置いていって、多分まあ、あの戦場だけで終わるんでね。張飛さん、お観念さん、うわ、すごい量だよこれ。はい、いってらっしゃい。総大将ね、総大将はね、やっぱ学進さんかな。そうだね、学進さんにしましょう。もうこの人も長いもんね。はい、金はね500でいいでしょう。で、米は10万でいいんじゃない。そんな長引かないでしょ。8万20万にしときましょうか。我が軍力にはかないますまいと。おお、長江さんだね、今の。そんなこと言うのね。やっぱあれはテイクさんが言うからいいよね。我が軍力にはかないますまいっていうのはテイクさん。おお、迎撃ね。やっぱテイクさんが言うとすごく似合うね、あの人。あの人本当になかなかの腹黒っていう感じだもんね。さあ、学進さん、総大将なので後ろ、で、士官さん、長英さん、長飛さん、官人さん、あ、これ頭上にしてるからあれなのかな。兵糧はね、あ、軍師が一人もいないや。学進さんで、あ、9200、兵糧も全然だね。これは逃げるね、きっとね。はいはい。で、士官さんね。一回ね、また並び替えした方がいいかもしれないね。でこれ武力で並び替えするとね、いい結果にならないから、多分知力だね。まあ武官の人そんなに知力高くないと思うんだけど。よいしょっしょと。あ、これ起伏があるとこ3減るんだ。あー、よくできてるね。で、士官さんと、おっと、あー、機動力足りません。じゃあこっちに展開しよっか。で、長英さんね、よいしょ。で、長飛、
登れないね。よいしょ。ああ、霧か。よいしょ。士官さん、うわ、これ見えないね。ああ、ちょっと充電しようか。観念さん、こっちは来てないわね。あ、そっちにいたのね。さあ囲みましょう。学信さんはちょっと回り込む感じで、で士官さんね、で長英さん、あ囲んじゃいましょうか。で張飛に来たのね。もうこれは一騎打ちだわ。え、馬長、あ宝徳だったんだ、しまった勝てるかい。わかんない、ちょ、引き呼びないか。え、我こそは報徳なり、いざ前いな。え？おう、おう、おう、え？あ、ちょい頼むぜ。初回終わってみればわかる。いや、ちょっと、ちょっと、ちょっと。まだこれほどのとこがおったのかって。お、あんた、お、お、もう張飛何やってんだあら、もっと本音の部署はダメだな、張飛め。ああ、いい仕事したなあ。あ、しまった。しまったね、やみくもに。馬長もいるもんね、よくよく考えたら。まあ、宝徳がいるとは思わなかった。ね、学信さん、一斉攻撃しちゃいましょうか。で、士官さんは、もう、こっち行っちゃいましょう。で、観念さん、馬長だったらどうしよう、これ。あ、正義さんね。あ、馬鉄さんね。え、張飛帰ってくんの？張飛帰ってくんのかな？え、あ、でも10万超えてるから大丈夫？あ、上位帰ってきてる。この野郎、本当に。囚われたのにね、士気が上がってます。嬉しいことですね。いやいや、ほんとびっくりしたわ。ここの辺の人にはあげとかないといけないですね。100ね。配下の心をつかむことは良いことですと。で、開発した方がいいの、いいね。商業ね。2丁とすすんさんかな。すすんさん高いんだよね、政治がね。はい、100ね。町が繁栄することでしょうと。あとは、あ、治水か。できる人いる？いないね。じゃあみ、たね、中世でも高いのですことないけど、あ、人事で創作でもしましょうか。当初さんでね、そのような今年もとろに終わりましょう。まあ、仕方がないですね、すっことないんでね。はいはいと。武良、加工トンさんですね。ここは、あ、そうだ、女皇さん残していこうとしてるんだね。反応さんって、あ、思ったより悪くなかったね。反応さん分官に切り替えてここも投げよっか。あ、そうなると、あ、でも加工藤さんもったいないもんね。ここどこ、あ、ここだから、ここまだ直接本国には行けないよね。軍事移動ね、そうだね、いっぺんここで集めて、劉璋さんやっつけに行きましょうか。
よいしょ、誰を移動させますか。カコートンさん、テイクさん、チョコさん、キョッチョさん、いや、チョコさん残していくんだね。で、反応さん残して、反応さんを分解にしましょうか。で、お金は持ってても仕方がないんで、米はね、13万ぐらい持っていきましょうか。強度107、強度107もあんだね。はい、移動します。チョコさんね、マンチョさん、落葉ですね。落葉、これまた90万超えるかな、人口。あ、民中世道ちょっと悪いね。まあ、その前に、褒美あげないといけない人たちがいたような、いませんね、もう。来年になったらまた兵を徴収して、あれしましょうか。また残ってる人に分け与えて、もうガラガラっといっちゃいましょう。ああ、郊外さん魅力高いね、やっぱり。1万でいいでしょう。はい、タミラもさぞかし喜ぶでしょうと。はい、ここはこんなもんかな。今できることがないもんね。そうね、開発なんできないできない。はい、じゃあ王平さんね。あ、1000超えたね、商業が。もう遠州さん行ったね、100ね。さあ、じゃあね、あなたすっこと実は何もないんだよね。ここはでも置いときたい、生産拠点にね、したいので。うん、創作でもして。もう投与が、ここ投与できないんだね。はい、創作ね、翌月に報告できると思います。あ、しまった、民中世で開けときよかった。しまったね。会計、グホンさんですね。さあ、ここは、帝兵さんが100になったので、まあ、夏になってお金持って移動しましょうか。褒美は？あ、問題ないね。じゃあね、施しだね。あー、帝兵さん魅力高い。はい、100になりましたね。で、じゃあ投与しますか。まあダメでしょうね、修繕さん。はい、どうぞ。はい、選択。はい、私。はい、なる気ないみたいですね。よいしょ。で、高陵、あ、ここもね、人がだいぶ集まってきてますね。あ、龍泉さんかな、あ、義援がね、来たんで。さあ、ここも、人事褒美、龍泉さんと義援さんで100ずつね。で、あとは何もできないことはないんだけど、税率を40にしましょうか。すごいよね、税率 1% 上がって民中世下がんないんだからね。今の現在でやったら消費税、まあ消費税例えで言うけど 1% 上がっただけでもひゃーって言うんだけどね。さあ、ここはもうあとは創作ぐらいか。龍泉さんにさせましょうか。1ヶ月で、そのような今年もとろに終わりましょう。はい、いいですよと。高村高さん5ですね。会計から人が、グホンさんが来るのを待ってから移動しようというところですね。褒美は、青金さんと。あ、もう青金さん、ここの対象にしてね、落ち着いていただきましょうと思ったら時間が来ました。終わっておきたいと思います。三国志3、終わっておきます。どうもありがとうございました。